今日は、2月の23日、今、4時40分ですね。まだ、日没前ですね。だいぶ引いてますね、これは。今、樹島連絡側から和賀江島を見てますが、こういう感じですね。だいぶ引いちゃって。前の方にだいぶ藻は生えてますが、こちらに全く生えてないね。この正面から今太陽の照ってる場所、それから樹島連絡の防波堤までの間に5年前、10年前はぎっしりと生えてましたね、海藻はね。今はもうほとんど流そばっかりしてる。この部分だけだもんね。この部分だけですね、生えてるのは。ここだけだもん。だからいかにね、ぎっしりとしてるからね。カジメは結局減ったんだな。最高温度、10度ぐらいと非常に冷たいですね。これがずっとね、和賀江島までついてますけどね。サーファーは全然いないな。今日はね、寒いからね。近づく、本当に会社が減ってるね。